実は今すごく嫌なことが起きました。もう家にいて、私はもう食欲が止まらなすぎて今もう家出をしてきました。暑い、暑すぎてもう嫌になるんですけど、もうなんだか本当に食欲が止まらなくて、家にいるとずっとずっと食べちゃって、なんかさっきもまず朝ごはんは昨日は結構餃子を食べちゃったから、朝は気をつけて納豆と豆腐だけにしようと思って納豆と豆腐食べたら、そしたら今度なんかジョア飲みたくなってジョア飲んで、でそっからなんかドライフルーツみたいの食べて、その後クッキー食べて、あもうダメだ今日は我慢しないとって思って、でもお腹も苦しくて我慢しないとって思って、でさっきマカロンを食べて、あダメだと思って3種類ぐらいあったの全部一口ずつ食べて、あと残してみたいな、このままじゃもう私はダメだと思って、体見たらムチムチだし、もうお腹も張ってるし、もう最悪だと思って、今外に出たらマシになるかもと思って、今ちょっとこの猛暑の中、30度ぐらいある猛暑の中、ちょっともう歩いたらマシになるかと思って今道を歩いてます。すごくねもうね暑いし帰りたいしね、でも最近本当に食欲が止まらなくて、なんでかわかんないけどもずっと食べたくなる、なんか完食ばっかしちゃう、もうやだ本当にやだ。しかも昨日、あそうだ昨日もアイス食べちゃったんだ、アイスもう食べないって決めてたのに、なんかもうアイスがうますぎて、あのセブンイレブンに売ってる最近出た新作の鬼練乳かき氷っていうアイスがもうマジでうまくて本当に美味しくて、あベンチがある、ベンチに座ろう、日陰がいいな、ここに座ろうかな、虫とかいそう、ここに座ろう、はあ、もう本当にそれでもう鬼練乳アイスがうますぎて、9月のアイスの紹介で紹介したいなと思うんですけど、あの鬼練乳アイスがね、もうね私練乳が本当に大好きで、もう練乳を昔冷蔵庫の練乳を知ってたくらい超大好きなわけで、よくさセブンイレブンとかにさ抹茶かき氷とかさいちご練乳かき氷とかあるじゃん、あれにも練乳をぶっかけるぐらい練乳、あっスズメだー、それでその鬼練乳アイスっていうのがもう練乳氷の上に練乳アイスみたいなの乗ってて、その中に練乳が入ってる、もう神かよってぐらいうまくてね、あれを食べちゃって、で昨日は餃子を8個食べたんだ、でも餃子8個って多いよね、やっぱ1人前が6個ぐらいだもんね、8個食べて、で練乳氷も食べて、シャインマスカットをめっちゃ食べたんだ、それで今日気をつけようと思ってるのがね、お菓子が本当に止まらなくて、もう嫌になる自分のお腹見て、でなんかずっとお腹苦しいし、お腹空いてないのに食べたい、多分もう今生理中だからっていうのもあると思うんだけど、でもちょっと外に出たらちょっとマシになる気がする、なんか鉄分不足なのかな、サジっていう鉄分のジュース結構飲んでるんだけど、いや鳥がめっちゃ飛んでくる、全然する気起きなくて、もう最近有酸素も一切してないし、本当は今日ピラティス行こうかなって思ってたの、グループレッスンの、だけどそれもなんか家にグダグダしてたらピラティス向かって、本当に最近の自分がだらけすぎてて本当に嫌になる、もうどうしたらダイエットスイッチ入るのかでも分からない1日の摂取カロリーも計算してて、私は1日1200キロカロリーぐらいを目安にやってるんだけど、もうなんかそれもなんか完食してるクッキーとかも別に入れずにカウントしてるし、昨日も計算しただけで1500キロカロリーぐらいだから、その他もろもろ調味料の分とかも入れたら絶対に2000ぐらい取ってんのかな、本当にリアルになる自分が、しかもなんか顔がすごいでかくなった気がするんですけど、なんかここが広くなった気がするんですけど、そう思いませんか、もう不調最近本当に自分が不調すぎて嫌になる、質問とかでもさダイエットどうしたら頑張れますかとかさ言ってさ、なんか運動したら頑張れますとか言ってるけどさ、自分もスイッチ入るのにこんな時間かかってるしさ、運動する気にもなれない場合はどうしたらいいんですかって感じすぎた、もうなんかお風呂で自分の体を見るのが嫌だ、だって本当に自分の体がムチムチしてるし、しかもねこの前14期公演やったでしょ、で14期公演の映像をね DMM で見れるのよ、オンデマンドで、で私はオンデマンド見たの、そしたらなんか
本当に自分の腕が太すぎて、二の腕が太すぎてショック。これ見てない方はぜひ見てほしいんだけど、一公演800円とかで見れるんだけど、純愛のクレッシェンドが結構ね、二の腕が見える衣装だったので、誠と奈々は二の腕細いのに、私がこの激太の二の腕で本当にもうやっぱり太ったなって思うし、私は下半身は太らない体質で骨格ストレートだと思うんだよ。だから足はそんなに太ってはないと思ってたんだけど、思ったより自分の足が細くなくて絶対太ったなと思って、ここ1ヶ月で私 2,3 キロ絶対太ってるもん。もう泣きたい、こんな道端でさ泣いて頭おかしい人だけど、もう泣きたいぐらい、もうでも痩せれないしさ、食欲止まらないしさ、もうさどうしたらいいかわからない、苦戦してる。何がいけないんだろう。でも私は思うのはね、最近ね、まあ不健康な食事をしているわけじゃないんだけど、でも今まではお腹空いて起きちゃってたのよ、4時とか5時とかに。でもそういうのがなくなって、最近9時とか、仕事がなければ9時とかに起きるようになって、そこから朝ごはんの支度とかしてると、まあ、10時とか、まあ、遅いと11時ぐらいになるわけ、朝ごはんが。ってなると朝ごはんなのか昼ごはんなのかよくわからなくて、でなんか朝ごはん食べて微妙な時間にお腹空き始めるわけ。その微妙な時間が2時3時とかに、で朝ごはん食べた後に1時ぐらいにちょっと何かが食べたくなるわけ。でそこでクッキーとかつまむと、あ食べたやばい、でも今日は朝と昼は一緒ってことはお昼分のカロリーはまだ取ってないってことは、このクッキーはお昼ごはんって思えばお昼ごはんの分にしては少ないよねっていう自分の意味わかんない理由を作ってお菓子を食べてしまう。そして4時5時ぐらいになったらもう結構お腹が空いてきてコンビニに行っちゃうわけ。でコンビニって、あダメだ変なもの食べちゃダメって思って、まあサラダチキンとか貝ひもとか食べるわけよ。でもなんかお昼ご飯もちゃんと食べてないし、微妙な時間に食べたから結局満たされてなくて、またちま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 食べたくなっちゃうわけで、かき氷屋さんに売っちゃったりとかして、で夜ご飯の予定があって、それでがっつり夜ご飯食べるみたいな、それは太るよなっていう生活をしてるわけ。もうやだ、本当にやだ、もう本当にやだ。だからどうしたらいいんだろう。まあもっと朝早く起きて朝ごはんを早く食べればいいのかな。だからなんか朝昼をちゃんと食べて夜食べてるみたいな感じなんだよね、今の生活が。でなんか外食が最近多くて、夜ご飯を外食しちゃうんだよね。最近の本当に悩みなんだけど、なんか自分で分かるの、あ今8分目だなってすごい分かるし、こんぐらい食べとけばもうここでやめれば今すごいいいんだろうなっていうところが自分で分かるのに、その先に行ってしまうんだよね。分かりますかこの気持ち。ダメって分かってるのに、だから昨日もね、餃子を5個ぐらいで、あ今腹7分目ぐらいだな、こんぐらいでやめとけば痩せるんだろうなって思って、でもまだいけんなって6個食べちゃった。そっからまあでも餃子1個ぐらいかなりしようみたいな気持ちになって7個目いって、で行ってもやーめぴお腹いっぱいって思ったんだけど、まだ餃子が残ってて、次の日の朝に残そうか、もう今食べちゃうかみたいな。まあもうこの1個、まあ、餃子60キロ70キロカロリーぐらい食べたとこでそんな変わんないんだろうと思って結構8個食べたの。自分の中でこのぐらいで終わりって分かってるのに、その先に行ってしまう自分が本当にもう嫌だ。どうしたらいいんだろう。純公演やってさ、みんな細いわけ。細い人を見てるとさ、もう本当に自分がさこんなダイエットに苦戦して今の体型維持するんだろう。みんなは普通にあんまり食にとらわれずに食事をしてこの細さなのに、なんで私はこんな毎日毎日食のこと考えないと体を維持できないんだろうと思って悲しくなってさ、もう多分今生理中だから余計にさ、もうこうやってネガティブモード発動してるのかもしれないんだけど、みんなだってね、あの劇場公演2回公演だったわけよ。でさ始まる前にお弁当出て、まあ1回目が13時だったの、その前にみんなお弁当食べて、終わって5時とか6時ぐらいにお弁当食べて、でさもうさ時間的に朝昼晩なわけじゃん。でもみんな終わったらご飯食べ行くって言ってて、もうさ1日4食なわけじゃん。でさでもそれでもみんな細いわけ。でも私はもう胃もたれもするし、そんな1日4食なんてクソデブだと思ったから、まあ、朝ごはんはプロテイン飲んで1回目の前におにぎり1個食べて、 でももう踊り疲れてお腹空いて、でもお弁当食べるのやばいと思ったから差し入れのサインマスカットをつまんで、で夜ご飯お好み焼き食べた。結構食ってるか。
あ、もう泣きそう。思い返したら自分が結構食べてるから太ってるんだって実感してきたわ。でも何から気をつけたらいいのか分かんないもん。まあでも昔よりかね、本当に暴食はしなくなったんだけど、間食だよね。間食をなくすためにはどうしたらいいんだろう。でもコメントとかでやっぱ3食お米食べた方がいいよっていうのは分かるのよ。でもなんか私胃腸の調子が悪いから、なんかお腹空くのに時間かかって、なんかお腹空いてないのに食べたいみたいな状態の時間が長いんだよね。はあ、久しぶりだなこんな不調なの。この前ね、久しぶりに体重測ったわけ。でも 47.4 で、あ、全然太ってないじゃんと思ったんだけど、見た目が結構もうムチムチだけ、太ももの隙間も狭くなってきてるし、二の腕も太いし、多分それは結構便が快便だったために、あの体重が減っただけだと思うんだよな。ちょっともう今生理1日目ぐらいなので、生理3日目まではちょっとね、あんまり厳しくすぎるともう本当にストレスがたまるので、生理3日目までは無駄なものは気をつけつつ普通に食べて、生理4日目ぐらいからもう私は気合を入れてダイエットしよう本当に。でもちょっと外に出たら食べたい欲が収まったかも。だからもし皆さんもね、家にいてマジで食べたくなったら一回外に出るのありかもな。でちょっと歩いてお散歩して気を紛らわすのはあるかもしれないです。はあ、すいません、私の急に生理中の愚痴を聞いてくれてありがとうございました。では私は今からちょっと軽く歩いてコーヒーでも飲んで落ち着こうと思います。ではバイバイ。